フォトキャンプの店長のかなこさんです。こんにちは。お世話になってます。2024年流行りそうなギアが知りたくて、はい、ちょっと私たち今日来させてもらったんですけど、何点か選んでほしいんですよ、はい、なんか浮かぶものありますか、はい、あります。ちょっといくつか、はい、はい、まあもうすでにお店では見てて お問い合わせいただいたりとか。あ、そうなんですね。はい、あの知ってる商品もあるので、はい、もう売れ、すでに売れているような商品が。はい、それは楽しみやな。じゃあ順番にちょっと商品の紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目はあのグラウスが出しているこのロールテーブルの横につける拡張テーブル、こちらが IGT 規格になってるんで、ここの板取り外して横につけたりできて、ここにスノービークのねフラットバーン入るようになってるから、これめっちゃいいと思う。いろんな使い方できると思う。でこれもおすすめ。しかもこの小さいカバンに入るっていうね、めっちゃコンパクトに収まるからおすすめなの分かりますわ。2024年売れそうなギアの一つに入ってるみたいです。まだグラス使ってますよね。グラスはあのこのクッションね、今座ってるクッション、これめっちゃクッション性高くて冬もめっちゃいい。グラスはおすすめのメーカーさんの一つみたいですよ。価格は1万3800円になってます。これはお手頃ちゃいますか。手頃だから、うん、しっかりしてるし、やっぱり今までの拡張テーブルってこの足ついてなかったと思うね。テーブルだけ引っ掛ける、そう、引っ掛けるタイプはあったと思うねんけど、この足がついてることによって強度が増している。しかもこのこっち側のテーブルも16,800円、2つ買っても3万円めっちゃ安い、めっちゃお手頃。これからキャンプ始める人でも、今からもう一個テーブル欲しいなっていう人でも買いやすいグラウスさんのテーブル、いいんじゃないですかこれは。じゃあ次いきますか。はい、続きましてこちら、ミーファのタンゴとワイルドキャンピング。これこの丸いのとライト付きのランタンみたいになったスピーカーやねんけども、音がめっちゃいい。今店内で流れてるの全部それでかけてるみたいやねんけど、ワイルドキャンピングとタンゴ、これリンクできて、グルキャンとかで持ってる人おったら全部リンクして同じ曲がかけれるっていう、今までなかったスピーカーやと思うねんけど、これはおすすめです。しかもケース付き。ワイルドキャンピングの方はなんか巾着みたいな、この丸い筒みたいになってて、めっちゃかっこいい。持ってるだけで存在感がすごいと思う。想像しただけでワクワクするね。続きましてこちら、オールスパーク、こちらはあの中国のメーカーさんみたいで、いろんなこう角度によっていろんな色が出るパネルとか、いろんなパネルが8種類入ってて、自分の気分でこう付け替えれて、磁石ついてるからいろんなとこに付けれる。かっこいいし、かわいいし。カセットテープモチーフのライトなんですけど、これからはカスタムやから、オリジナルでね、いかに同じ商品でオリジナルでなんかそう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 、置けるし、ひっつけれるし、立てれるし、引っ掛けれる。うん、これは売れる予感するから、みんな早く買ってた方がいいんちゃうかな。結構お客さんも見てたよな、うちらがこう他のを撮ってる間とか。続きましてこちら、スパイロ。これはね、あのベアボーンズのあのあれを思い出したけど、ちょっと揺らぎ機能とかついてて、値段もお安い、4000円以内で買える。めっちゃ安い今の。そのね、いろんなライト出てるけど4000円ってゴールゼロより安い。いろんな機能ついてんの。懐中電灯にもなるし、このスパイラル部分でライトにもできるし、なんかろうそくをつけてるような揺らぎ機能、まあキャンドルっぽい感じ。そう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 、
なんか炎の色に近づけた色みたいやね。三色展開、グレーと黒とカーキかな、三脚とカラビナとフック付きだから、置いてもかけても何でもいける。これもねすぐ売れると思う。三色あるけど今日なくなっちゃったぐらいお手頃であったらおしゃれ、かわいい、ちょっと買ってみようぐらいの、うんってなるような商品、いろんな使用用途がある商品が売れると思いますね、はい、次はこちら、はい、トマビトのランタンハンガーです。めちゃくちゃ可愛いよ。しかも機能的、テーブルにねクランプして2本こうついてんねんけど、こっちはこうカーブをだんだん描いてるから、机の真ん中ら辺にライトが来るように調整できるっていうね。これ今までなかったんちゃうかな、初めて見た。こっちは蚊取り線香もあるし、ほんでなんかあの長い方は角度が調節できる。2024年の新商品らしいんで、皆さん、24年の、はい、でこのカバン付きで、あれ全部フルセットで25,000円。まあいいお値段するけど、やっぱでもあれは一生もんちゃうかな。うん、これは売り切れると思う。あともう一個な、あのロールトップテーブルのあの間に挟めるクランプできるランタンハンガーのこの元のやつも売ってたけど、あれも今までなかったやん。真ん中ら辺に止めてこうぶっさせるやつは、いろんな仕様とかねあるから、これもまた来ますね。はい、以上で。どうでしょう、浜さん。いや、やばいね、やっぱり琴の店長、かなこさん、かなこさんにいろいろね、話聞けたから、2024年、これは売れていくんじゃないかというギア、何千でしたか。5,000。激戦して選んでもらってね、まあ、いろいろこう、あるらしいんですけど、その中でもこの5つは、ちょっと要チェックやということで、流行りそうなギア、5,000。どうでしたか、皆さん、いいちゃいます。どれかビシッと当てはまったもんがあったような気がするけどね。どうでしたか、ママ実際5,000。なんか欲しいもんありました？うん、あった。何やろ、ちょっと待って、もう買うとかやめてな。そのみと一撃25,000とかもうマジでやめてな、ほんまに。もうアルバイト残枚ですわって言われいや、1個ちょっと買って帰ろうかな思うのは1個ある。あ、俺分かるわそれ、うん、あの可愛いやつやろ、うん、なんか4,000円とかいうそれやったらもう全然ちょっとあれはね、ちょっと気になって。ママさんコスパマジンやからな。どんだけ良くてもあのコストパフォーマンスが優れてないから絶対買わへんっていう。そう、だからやっぱりあの何やろ、コスパ重視じゃなくて、いいものをなんかいい感じの値段で売ってるギアがやっぱり気になって、私はだから言ったら、例えばそれが25,000でも、うん、それそう25,000以上の価値があるって判断すれば、うん、それはコスパいいってことですよね。そうなんです。100円でも1円の価値しかなかったらそれコスパ悪いもんな、うん、そうなんですよ。そうですよね、うん、私たちの言ってるコスパってのはそういうことですよね。うるさめっちゃうるさいやん。いや、まあまあまあ、でも絶対可愛いのあれやと思ってるから、うんうん、そうやったらもう全然、はい、いいと思いますよ。いいでしょ、はい、今まで持ってなかったタイプやから。じゃあ早速買ってね。はい、買って帰りましょうか。せっかく来たから買って帰りましょう。はい、買って帰りましょう。いた、怒られるで。大きいと。買ってきました。ちょっとで、これなんか灯油タンク欲しがっとったやん。おー、これめっちゃかっこよくない？あ、5,000とはもう全く関係ないし、いや、いいっすか、買ってもらった。お、ありがとうございます。あれ、これここはそれ、中に入ってる。あ、中に入ってる。あ、そういうことね。そうね、俺今聞いた。いや、ありがたい。お、これかっこよくない？黒や。センターで使ってるやつベチャベチャにこぼれるからさ。これちゃんとあのここついてるから超ありがたいです。いや、そう、ありがとうございます。いいやろ。それで5,000で欲しいって言ってたやつ。そうそう、5,000
無線で。そのサイズ感は絶対欲しい言うとった。これです。スパイロ。やっぱりそうや。可愛いやつ。うん。これ見た目も値段も可愛いやつやんな。コスパ最高なやつ。よかったよかった。買いました。はい、ママさん、ママさんきっとそれ選ぶと思っとってんだから。そうよ。もう見た瞬間から分かったよ。あとこれちょっと見けたジベタリアンのマッチ。マッチはね、あの常に積んどる方がいいから絶対。黒やね、黄のとこが。寒くても絶対につくから。マッチ。可愛い。あとな、あとな、これ、これ。ちょっと待って。グラスこれ。ちょっと待って、エクステンションテーブルって、あ、一発目に紹介したやつ。バカかお前。ちょっとごめん、これはなちょっとやりたいことあって。じゃあじゃあ1万3000円よ。いや2万5000のやつじゃなくてよかったって思わへんわ。半額。半額中間で攻めてくるな。4000円のやつって、結局結局結局なんか2万くらいいくんのか。赤じゃねえの。いやもうちょっとどうしようもやりたことがあって。やりたことやりたことがあって。やりたことあるよ。私やりたことあるよ。ちょっとやりたいことあって、これはめっちゃ悩んでんけど、最後ちょっとかなこさんとちょっと決めたから。あ、そうだ、二人で相談して。じゃあもう、かなこさんが言うんやったらもう何も言わねえ。そう、かなこさんがおすすめするギアやから。無事の言うことは間違いないから。ということで、このキャンプさんのおすすめ5000、どうでしたでしょうか。皆さん、みんな急いでコトキャンプに行こう。ということで、今回のファイティアチャンネル終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね。バカじゃねえ。